それはちょっとまた筋肉鍛えていくか。筋肉もまあそこそこいるとは思うので、筋力16って筋力いくつぐらいいるんだっけ。80ぐらいいるとか言われたっけ。部活だ、根性もつけないとな。もういろいろやんなきゃいけなくて大変これ前も言ったような気がするけど、根性全然ないもんな今。根性が足らん。筋力80代は。ちょっと部室に行くかな。一ノ瀬さん誰だっけ。一ノ瀬さんって、一ノ瀬はてパワープロ9にそんな人いましたけどね。部活か。部活か。はい。そうか。汗をかいて少しでもその脂肪を燃焼できるといいんだがな。ナンバーワン。ナンバーワン。壁扱いのひどいこっちゃで。何しよっかな。ダイエットに、かぼちゃん忘れてなかったの。まあそりゃね、僕もそんなに冷たい男じゃないか。ナンバーワンの後の歌さっぱり思い出せないけどどんな歌だっけなーって。アイマスにそんな歌あったよなーっていうの覚えてるけど、どんな歌だったかさっぱり覚えてない。ナンバーワンのとこだけ覚えてる。結構アイマスの歌って覚えにくいな。あ、そうだ、根性だ、根性。そう、最近やろうと思ってたのは根性。根性、テスティにはまだいけないしな。金でも稼ぐか、ここで。定期的に金はちょっと作っていこう。今週ちょっと根性の週、筋肉もでも足りてないんですけどね。成功。一般教養はまあどうせ勝手に上がってくだろうから、そんなに気にしなくてよくて、こっから怒涛の休みタイムか。そうですね、まあ、デート1回か2回は挟んどいた方がいいだろうな一応。まずとりあえず金を稼ぐ。金稼いで、いやちょっと待って、ここまず筋トレにしよう。あ、間違えた、完全にボタン連打でしくった。今腹減りが少ないからちょっとそういうのやっといた方がいいような気がする。腹減りを少ないうちになんかこうやりたいことやっとくみたいな。一般まあ完走するんだ。僕の11月ぐらいまでやったデータも完走してたんですかね。ここ金稼ぎでいっかな。ここもダイエットしとくかな。とか情報上げとくか。情報パラまだ実は足りてない説ある。あとは縄跳びぐらいしかやるもんないんだっけな。2でやれることってあんまないよな正直。あ、筋力アップ一応できるんだ。一応やっとくか。で腹減りここでもう危なくなってるかな。まあわからん、わからんことはわからんで、それで良い。レボリューション。情報41ってでも結構あるよね。もうぶっちゃけ情報41はそれなりじゃないですか。うん、60キロ台に行きたいけどな。ん、これはお誘いのパターンかな。電話しなかったら向こうからすぐ誘ってくるんだもん。せっかくのお休みなのに。とこの年代の男の子は性欲の塊やで。
あのさ、もし暇だったら、その、どこか行かないかなって思って。よし、行こう。え、いいの？嬉しいな。じゃあ、行きたいところに合わせるよ。ほいほい。まあ、外出でいいでしょ、これ。それじゃあ、行こうか。支度は大丈夫？まあ、女の子がこんな急に支度が大丈夫なわけないんですけど、だいたい女の子って出かけるまで結構時間かかるでしょ。化粧やなんやねえ、わからんけど、まあ、キャノン子が化粧するかどうかわかりませんけど、そもそも女子高生って化粧するんすかね。トール君どんなスポーツが得意なんだっけ。これなんか見たやつだ、卓球のやつか。卓球かな。わし5分でいいよ。そりゃ楽でいいな。トイレ行って終わりや。嫌じゃない？え？もちろんいいよ。 OK。 うん、僕でよければ。ミスさんが誘いにてお化粧やらなんやで待たされるの嫌ですか。じゃあ始めよっか。まあ、時間によるんじゃない？ 30 分とかやっぱ待つんだったら、まあ嫌とは言わないけど長えなとは思うでしょうね。まあ、5分10分だったら別に普通に待ちますけど、30分も長えなとは思うけど。時間によるんじゃない、まあ、今時そんな家にさあどっか遊びに行こうって誘うパターンってないと思うけど、だいたいメールとか LINE とかでさ何日ねえ出かけようとかそんなんじゃないです か、 だから向こうもそれを逆算してお化粧するわけで、1時間かかる代わりに超絶美人に化けてくるなら待てる。それはなんかある意味待ちたいね。こんな変わるのっていうのがあるんだったら、それハリウッドクラスの特殊メイクとかやってくるんだったら、それはある意味見たいね。今デートしたからな、もう今月もデートいらない説あるよね。でも一回ぐらいやっといた方がいいのかな。なんか臆病に臆病にやっていかないとなんかダメなのかなって気がしてきちゃうよね。やっぱ前回だってあれだけ順調でさ、なんちゅうの失敗したわけじゃない。んじゃあ一回デート挟むか。超絶美人に化けてくれるんだったらね、普通に1時間ぐらい待ちますけど。逆に1時間どこで待ってたらええねんってことはありますけど。レボリューション？根性も足りてないよね、多分。ピヨピヨ。散らかってるけど。ついでに巨乳に仕上げてきたら最高。その1時間何があったの？寄せてあげたら3カップ上がりましてとか。言われたらもうなんか世の中を信じられなくなるよね。寄せてあげるだけでそんなにみたいな。ごめん、メイクのノリ悪すぎてミツ君とは会える顔面にならないか、今日やっぱ無理って。待ち合わせ5分前に連絡来たらどうします。それは怒るんじゃない。それ誰でも怒るんじゃないの、わかんないけど。あら、ちょっと徹夜明けで眠いからごめん、ね、胸元メイク、なんか錯覚かなんか利用してデカするみたいな。あ、ごめん今日は限定商品の発売で生意気になりよったぞ。買いに行かないといけないんだ。
この間はなんか自分から誘っといてなんかそういう態度に出るのかお前。横から見たらバレる。そんなのがあるんだ。じゃあオッケーオッケー、君の好きなところに行こうか。横から見たらバレるだったらなんかもういっそなんかパッド的なやつを入れた方がいいんじゃないですか。お腹減ったんじゃない？お、出た。僕何か買ってこようか。お好み焼きのコーナー。うん、待ってていいよ。大丈夫。お好み焼きとクレープどっちがいい？なんでいつもこの二択なのさ。あとソフトクリームとかさ。あ、僕も食べたかったんだ。そういう選択肢ないのかな。じゃあ行ってくるね。もしかしたらお好み焼き好きというのがどっかに聞いてくるのかもしれないけどね、いつか。あ、てか60キロ台になんなかったの結局。8月中に60キロ台にしようかなと思ったんだけど。あ、チュロスいいね。チュロスね、僕も結構好きなんですけど、なんか食べる機会あんまないよね、チュロスって。常時チュロスが売ってくるところってさ、ディズニーランドぐらいしかないじゃん。いや、生きててなかなかチュロス買う機会ってないじゃん。少し気づいてもらえた感じだな。あれまだ緑色だ。成果が見えてきたぞ。あれまだ緑色なんだけど、これもうちょっとデートしないとまずいか。少し気づいてもらえた感じだな。努力の成果が見えてきたぞ。あれなんでこんなにずっと緑なんだろう。根性は今絶望的に足りてないのか。一番足りないのは根性になっちゃったね。ちょっとデート増やす。結構好きにならないのね。なんか、いや、まあディズニーランドもさ楽しいと思うけどさ、今の時期行ったら寒いだろうね。だから寒い寒い中さ、東京とか雪降ったわけでしょ今日。2時間とか、わかんない、まあ、2時間とかファストパス使ったらそんな並ばないと思うけど、まあ、30分40分さファストパス使っても並んだりするじゃん、人気アトラクションとかだったら。寒い寒い中30分40分は並べないよね。毎週ね、毎週会うぐらいの感じじゃなきゃもうダメだろうな。でもね、ある種ちょっと大人みたいなこと言いますけど、会えない時間が愛を育てるみたいなとこもないですか。はい、甘い。今みちさん甘いこと言いましたよ。トールくん、何？どうせ長距離走だろうけど。それが長距離にされちゃいそうな気がするんだ。この子を長距離に起用するというのが分からないけど、一緒だったら嬉しいな。どうせ男女別ですけどね。聞かなくていいや。それでは希望の種目がある人は手を挙げてください。どの種目にしようかな。二人三脚とかこれ勝手に選んだら違う男とかとやるんですかね。長距離走、トゥルそうですね、エステ行きますか。腹減りメーターもあれなんで。ちょっとまあね、さてさて、今どのぐらい放送してるかなって確認したら1時間半だった。もう2時間ぐらいやったかなって気になってた。まあエステでいっかな。エステ行っての根性かな。根性結構順調にはいってるのかなと思いますけどね。もう1根性ぐらいやっとくか。
お出かけとかでトールくんがよく行く場所とかに行ったら偶然出会えてそこで好感度が上がるみたいな、多分そういうのはあるんだろうけどね。今日はどうする？そういう博打は打てない。あー成功か。ここでレボリューション引きたかったですけどね。筋力も上げたいんだけどな、もっと平日に筋力 2.9、 まあ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 、まあ67キロだったらまあなんかちょっと太め女子ぐらいでしょ。後半やることなくて、公園行ったらとやることなくてなかなかないですよね、ゲームでやることがない時間っていうの。まああの別のゲームで申し訳ないけど、学園祭の王子様の後半はまあやることがない感があったけど、あれはなんかターンをなんか消化するみたいな時間あったけど、本来この1年間という期限のゲームだったらなかなかね、なかなかそのやることがない時間って起きにくいとは思うんですけどね、本来は。セーブしまして、あれぐらいぬるいものが多い。まあテニプリ系はそうだね、なんか難しさを感じたことはないかな、うん、割とね。このゲーム結構、じゃあ君の好きなところに行こうか。放置で好感度下がったりとかないんじゃないの、あんのかな。まあなかなかそれもないと思うけど、そもそもなんだときめも GS みたいに爆弾システムがなければ関係ないだろうしな、好感度下がろうが何しようが。僕動物園って好きなんだ。攻略してるキャラ以外別に下がっても別に問題ないわけだから、爆弾システムさえなければね。君が動物見てるときすごく嬉しそうな顔をするから、それ見てると僕も嬉しくなってくるんだ。そうなんだ、ありがとう。びっくり、これも考えようによってはびっくりしたでもいいわけですよね。なんかこうびっくりもいいびっくりもあるわけだからさ、からこういうなんちゅうの、あのラブレボは二択なんだけど選択肢がたまになんかこうむずいというか、なんかこう なんとも言えない時はある。それはこのゲームのちょっと難しさだと。そうだったんだ、ある意味どっちも正解やんみたいな。いや、そんな風に気がついてくれてありがとうね。こういう、なんだろうね、一筋縄でいかないとこはある。理数系8しかないんだ、大丈夫か理数系でもそんなにあれなかったんだっけな、別にそんなにいる、どうかしたの、いるあれじゃなかったの。なんかお腹空いたな、ん、何か食べる、お菓子買ってきてあげようか。下がりはしない、うん、我慢する。なんだか本当にすごいよね、自分に負けないでさ。あ、自分というかね、食欲に負けてないね。そんなんじゃないよ、だってトール君だって頑張ってるわけだしさ。うん、そういう姿見てるから僕も真似したいなって思ってるだけだよ。うんうん、僕の目標なんだ。これ見たよな、このイベント、ぴょんこぴょんこでいっか。あ、飛ばすほどもなかった飛ばすほどでもなかった。大体ヒーリングシーリングのか、まあそうですね、まあ、理系やりの僕筋トレでもやってみますかね。平日に筋トレ、サウナスーツ、まあ一応1個余ったから CD も聞いとこう。あとはなんだろう、まあ、金でも稼ぐか。
とにかく今好感度ですよね。好感度、やつの好感度を上げないといけないっていう。あ、ぼちぼち出ちゃった。まだ情報足りてねえのかな。腹減りメーターもなんか順調に増えるしな、うん、3食ちゃんと食事は取ってるんだよね。別に3食食事は取ってないっていうわけではないよね。食事しててこれだけ腹減るんだから本当にとんでもないですよ。そうね、理系とかやるかな。情報とかもうちょっと集めた方がいいかな。もうちょい情報やって、まあ、文系とかもちょっとやりいいの、まあね、CD だけじゃね、お腹が減るわな。ぼちぼち、あ、やべ、ぼちぼちが、なんか調子が落ちてるぞ。キャノン子の67キロ、さてデートするか。とりあえず今週はちょっと他のパラをある意味犠牲にすることになるけど、好感度上げとこう。散らかってるけど、逆に言うとさ、ここでもう攻略可能ぐらいまで好感度貯めちゃったらさ、もうデートしなくていいんじゃないの。変な話さ、もうデートしないまである。果たして恋愛シミュレーションゲームとは何だったのかみたいなあれになりますけど、ね、月刊俺芋でこれはもうクリアも同然だなみたいなこと言われて、僕もまあまあお前がそういうやつだということは分かっている。励もうかなって思って、ほい、じゃあ OKOK、まあ、昔ほどなんだろうね、極端に断られまくるってことはなくなってきたね。トール君でジャンル問わず映画好きだよね。うん、そうだね、いろいろアイデアをもらえるし。部活とかでちゃんと生かされてるんだ。多分そう思うよ。そっか、映画見てる間もいろんなことを吸収してるんだね。だこれなんだっけな。これはすごいねだったような気がする。偉いねはなんか上から目線だからすごいねだったか。この選択肢でどうやねんって思うけどね、僕は。全然どっちも正解でいいじゃんって。僕はそういう風にしか見れないから逆にダメだなって思う時あるよ、うん、でもこれはでもね、初めて見た時は正解してるから。そう言ってくれるとなんだか安心する。やっぱ偉いねは合ってるけど合ってないみたいな、そういうとこありますから。ちょっとさてさて、魔の9月もあとデートできるの、まあデートできる機会はまあそこそこあるといえばあるのか。ふーむ、金稼ぐか根性を上げるかってとこか。平日にも筋肉を鍛えるっていう手もまあないわけではない。あー、来週体育祭か。ちょ、もう一回ぐらい運動やってもいいけどね。じゃあちょっと仕上げていくか。仕上げて臨むわ。まあ理系もやるけど、次のオレイモでオレンジになってたら大丈夫なのかしら。
とりあえずは。という解釈でよろしい。月刊お礼もで。テキテキズンテンテンテン。よろしい。それは、うん、まあ金も稼ぎつつですか、ね、エボリューション。他のお手伝いとはいえ、好きな時に働いて金もらえるっていいですよね。なんか週のなんか3日は働いてとかじゃなくて、今日は働こうで働けるから。今日が10月の初め、10月の初めなんかありましたっけ。あ、とりあえずおデート。毎週デートする必要も多分ないんじゃないかなって思うけど、意外とこのゲームシビアだからな。ってるけど、シビアっていうかなんだろうな、多分デートで上がる幅がそんなに大きくないのかなって思うんですよね。なんか一回爆上がりみたいなのはそんなにないのかなって。日刊俺の妹お兄ちゃんも大変やで、日刊だったら。新聞記者のようにちょっとでも毎日変化をつけないといけないからちょっと言い方変えたりしてね。オッケーオッケー。じゃあ君の好きなところに行こうか。最近こいつチョロ舞台になってきたな。チョロ舞台チャールストンになってきた。この公園も昔よく一緒に遊んだよね。思い出語りだしと。そうだね、実家からだとちょっと離れてるし、ちょっと離れてるけど広いし、いろんなスペースがあるし。今はダイエット用のジョギングコースになっちゃったけどね。おう、あはは。あれから随分大きくなったけど、君は全然変わらないね。お兄ちゃんみたいなお兄ちゃん欲しい。なかなか難しい日本語で。おっと難しいの来たぞ。てかこの選択肢今までなかったもんな。君は全然変わんないね。そう、そんなことない。だからこのさ、考えてもあんまわからない、このこういう二択やめない。ねー、いや、あんまり否定すんのもよくないな。でもあんまなんかこう会話をさ、否定から入るやつってやっぱダメって言うじゃん。やっぱだから、いや、まあどっちもある意味否定っちゃ否定だけどな。いや、どうでもそうはなんか、わからん、もうわからん。ああ、もう適当にやったら当たった。わかんねえよ、でもこの選択肢。たまたま正解しただけだぞ、最終的に。テストとかでなんかもうわかんねえから A にしちゃうぐらいの感覚よ。そんなのは別に関係ないよ。君はずっと変わらないって僕は思うよ。次同じ問題出たら間違えるぞ。トール君、ほんまにこのゲームほんと選択肢が絶妙にむずいというか、なんかこう煮え切らないんですよ、 A と B が。まあでも A かなって思うけど B もなくはないぐらい。まあ一応そうね、ここもデートしといた方がいいかな。でも一応、次の23は筋力でいいかな。もうさすがに、それとも今月はもうばっこりデートした方がいい。これちょっとわからんのだけど、はっきり言って。ここはとりあえずデートするにして、今月の休日は全部デートに使った方がいいぐらいですかね。もう多分さすがにそこまでいらないんじゃないかなって思うけど、これが満身っていう説もあるし。
そうなるとなかなか怖いゲームですね、これは。慢心してはダメ。赤木カイニが出るらしいですよ。誰もこの放送見てる人でカンコレやってる人いないと思うけど、なんだ、僕だって今カンコレやってねえし。散らかってるけど、今年の春に赤木カイニが実装するらしいですよ。これ開けるなんて本当に僕全然やってないな。全然やってないというか、もう最初にちょろっとやっただけ。最初の方本当に人気すぎたんだもん。全然ゲーセン行ってもできなかった。で今多分ねできるようになったけど、そもそもブラウザの方のカンコレをやってないっていう、そういうのがあるしな。来るようにはなったな本当に。まあこれもう上から順々にやって、これ全く同じやつじゃないか。嫌じゃない。どんだけ卓球を嫌じゃないって聞く。もちろんいいよ。でこのある意味この別に嫌じゃないよもう別に僕大丈夫だと思うんですけどね。どっちもピコンでよくないこれ。うん、僕でよければ。じゃあ始めよっか。卓球ってさ、卓球部とかのやつとやると強すぎてなんかあんま面白くないよね。卓球部のやつってなんか遊びの卓球とかでもさ、なんかすげえマジで打ってこない。なんかあいつらなんかすぐ生きるんだよ卓球で。変な回転とかかけたりしてさ。卓球部のやつとやる卓球ほど面白くないものないもん。でちょっとなんかこうドライブみたいなのかけてボコボコにした後、ごめんね、じゃあ手抜くからとか言って、一回ボコボコにした後に手抜くんだよあいつら。なんで最初から手抜かん。わかるやろ、やってない人間でやってる人間どれぐらい差が出るかって。野球部のやつがさ、野球部じゃないやつとキャッチボールやるときさ、思いっきり投げへんやろ最初から。怪我する恐れがあるから。卓球はまあ怪我はほぼしないからさ基本。まあ、もちろん目とかに当たったら危ないですけど、あいつらねそういうとこが分かってないんですよ。なんか卓球部のやつは、なんで僕は卓球部に対する恨みつらみを話してるんでしょう。いや卓球部って本当俺もう完全に頭に一人浮かんでるんですけど、学生時代の同級生で。卓球部ってなんだろうね、運動部だけどやっぱちょっと陰キャなんすよやっぱ。だからなんかそういうとこでマウント取りたがるんすわ。野球部とかサッカー部ってさ、やっぱ嫌なやつもいるけど、まあ、基本的にはやっぱそういうとこでちゃんとしてくれるんですよ、やってない人間に対して。卓球部は運動部だけど陰キャだから、なんかそういうとこあるんだよな。すみません、一部の卓球部のせいでなんか卓球部全員悪い人みたいに言って申し訳ありませんでした。何しよっかなここ。まあ、日本ではねまだまだマイナー競技ですからね。中国とかって一番メジャーなスポーツなんですけどね。何しよっかな。ガチであんまりやることがない。この日にあんまりやりたいことが思いつかない。エステかなとも思うけどね。次の週でもいいしな。金一応貯めとくか。でここ一応、またデート、次あたりまた CD 聴いてっていう感じか。また休日がやってくんのか。休日すごいな。休日課長やな。マイナーの中のメジャーくらいが一番マウントと。ちょうど卓球ですね。卓球バドミントンあたり。野球サッカー他の格闘技とかだと向こうが本気出すと怪我しちゃうっていう部分もあるだろうけどね。だから柔道部のやつが本気出したら確実に怪我するじゃん。卓球はまあ目にさえ当てなければまあ怪我は生まれないから、手とかに当たろうが。うん、これもね、いい話だなってやつなんだけど、一回見たからスキップでいい。
これは申し訳ねえ。ごめんな。いい話なんだけど。いい話だなーで終わり。ね、右上のキャノン子とも別人になってますよね。トールくんじゃない？何？あのね、喜んでくれそうなものを見つけたんだ。なんだっけこのイベント。ね、伝説の水着っていうみたい。こんなイベントあったっけ？知らないんだけど。何これ？あんまり見かけないでしょ。伝説の水着、これ私に？うん、前もらったっけ。役に立ちたくて。ごめんね、他にもっといろいろできないかなって考えたんだけど。伝説の水着、やっぱり使えるものが一番いいかなって思って。伝説の水着ね、秋ですけど。もらったかな、もらった気もしないでもないんだよね。使えるものがいいかなってセリフはなんか知ってるような気がして。プールチケット持ってたっけ。持ってないような気がするんですけどね。ここもデートか。まあラストデートですね。あの9月終わる。おっと、9月25日俺の誕生日。まあどうでもいいや。そんなことはどうでもいいんですけど。ね。桐原赤矢くんと同じ誕生日で同じの。桐原赤矢くん、浅田真央ちゃん、横山みどりさん、三つ三つの誕生日と覚えてください。皆さんよろしくお願いします。今年でみつさんもついに大丈夫。これ2005年だから。2005年の俺って多分中学生、高校生、高校生かとかそんなもんでしょ。ピチピチだから、ピチピチ三井だから。散らかってるけど。2005年の誕生日とか何してたっけな。さっぱり記憶いねえや。セーブ。三味噌汁解明するぞ。あんまりそういうこと言うと。1の2は OK なんでね。1の1は一応残しとくつもりだから、所存なので。1の2散らかってるけどのどもり。なんかどもりと思ってるよな。じゃあ、オッケーオッケー。君の好きなところに行こうか。やっぱ言うて好感度上がったらやっぱデート来る率は上がるっちゅう認識でいいんだよね。スポーツセンターだから遊園地。あ、ヒーローショーやってるみたいだよ。見て。ヒーローショーは。うん、興味ないかな。あの目からやり出すやつが出るんだったらすごい興味あるけどね。どうやってヒーローショーで再現するんだろうっていうの気になるから。目からやり出すやついるんだったらむしろノリノリで見るけど。前回そうだよ、なんかそこそこ10月ぐらいになってもなんかリロードさせられてた気がしますけどね。そんな何十回もってわけじゃないけどさ、4、5回ぐらいはなんかやらされた時なんか1回2回あったような気がする。それならよかった。じゃあ僕チケットを買ってくるね。はい。やっぱヒーローショーとかそういうなんか1日パスとかで見れないんかね。やっぱ別料金とかになるんですかね。わかんないけど、ディズニーランドとかでどうだったっけ。ショーは別料金だったっけ。1日券で見れないんだっけ。ディズニーランドって俺中学生以来行ってないからわからないんだけど。金はあるからエステ行こうかな。でもエステは一回 CD 聞いて空にした状態で行きたいんだよな。だからここは筋トレかなんかやってチャーニーゴスか。チャーニーゴしまして、ここは金でも稼いで
で次木曜の頭とかに CD 聞いてエステかな。レボリューション、レボリューション、成功、はい成功、爆発レボリューション。レボリューション率も上がってきたな。やっぱ情報パラがまあそれなりになってきたからっていうことですかね。筋力足りてないよな多分。ちょっともうデートそろそろデートなんかこうやりたくないですよね、ぼちぼち。そろそろ休日になんかもうボクサーサイズしたいですよね、本当だったら。筋力を上げたい。ここは CD3 連符で、でここはエステいきましょうか。ポイント。で1日何しよう。あんまやることがないな。もうカツカツやで。あーぼちぼちちょっとやだな。レボリューション。ぼちぼち。これでなんだろうね、あかんかったらさどうしたらいいのよっていう感じにはなるよね。美の楽園、8月もっとデート付けにしなきゃいけなかったっていうあれになるんですかね。おレボリューション来た。月刊俺今さて負になってるけど少し気づい、オレンジになってるよ。 まだお兄ちゃんが面倒見てやれるな。これでオッケー？金大丈夫かな。あ大丈夫、よし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 。筋力と文系がとりあえずまあ足りてない。根性は割と足りてきたんだな。結構根性やることが多かったから、はい。じゃあちょっと一回トイレ行っていいですか。2時間に1回トイレに行くって病気なんで、まあ、行かない時もありますけど。ラブレボやりながらだと結構お茶飲むことが多いので。